サラキアは、エッジワースカイパーベルトに存在する、太陽系外縁天体である。2004年9月22日、パロマー天文台で、ヘンリー・ジーロイ、マイケル・ブラウン、クリスティーナ・エム・バークムによって発見された。マイケル・ブラウンのウェブサイトでは、この天体を、純惑星の可能性が高い天体として、分類しているが、国際天文学連合は公式に認めていない。 サラキアの直径は、その低いアルベドから約 850km と推定されている。この天体は、1982年に遡り、発見前に100例以上の撮影記録があった。サラキアは、平均で、冥王星よりも若干大きい軌道を公転している。2004SB60 は、2011年2月18日に、サラキアという名前を与えられた。 サラキアとは、ネプトゥーヌスの妻で海水の女神の名前である。またサラキアの衛星には、同日に、海の妖精ネーレイスの名前から、アクタエアと命名された。サラキアは24度の軌道傾斜角を持っているが、近赤外線スペクトルに特徴がなく、水の氷が5%以下であることを示しているため、ハウメア族には分類されない。 サラキアとアクタエアの合計の質量は4.66プラスマイナス0 2 2 1 0 2 0ラムである。直径の比較からこのうち96%がサラキアの質量である。サラキアはこれほど大きい基地の太陽系外縁天体としては最小のアルベドと密度を持つ。サラキアは一つの衛星アクタエアを持っており、アクタエアは サラキアの周りを、光点距離5619プラスマイナス 87km、軌道離心率イーコール0.0084プラスマイナス0.0076の軌道を5.494日の周期で光点している。衛星の直径は286プラスマイナス 24km から303プラスマイナス 35km である。ハッル宇宙望遠鏡を用いて、 2006年7月21日に、キース・エスノル、ハロルド・レビソン、デニース・ステファンズ、ウィル・グランディラが発見した。ありがとうございます。